今日はですね、北長瀬駅前に来ましたね。この向こうに見えるのが北長瀬なんですけども、今日はね、ちょっとね、変わったことをやろうかなと思います。岡山市北区北長瀬というわけですけども、昔、それこそ70年以上前に、この辺りに鉄道が通ってたということなんですね。まあ、この下にね、伯備線と山陽本線通ってるんですけど、まあ、それじゃなくて、それもそうなんですけども、戦時中に亡くなった、廃線化した、まあ、路線がここにあったということで、その米軍というかその航空写真、その大昔の航空写真見たらね、廃線跡がありまして、で、まあかなり年配とかその当時を知る人からしたらは確かに廃線、まあ、トロッコみたいなのが通ってたということで、今日はねその痕跡をちょっと探っていこうかなと思います。ちょうどこの北長瀬の駅から、新道山ですかね、もうすぐそこの山まで通ってたということで、ちょっと今日はそこに行ってみようかなと思います。辿っていきます。はい、段差のある用水路。目の前に見えるのが北長瀬です。で、まあ、今回の件なんですけど、あらかじめ言っておくんですけども、もうほぼあの痕跡がないというような状態ですね。あの現在の航空写真と、1950年代の写真を比較すると、ちょうどねこの辺りぐらいから、線路が伸びてたということで、でこの北長瀬駅のロータリーからこの横に向かってあの進んでいったと、聞いてます。公民館みたいな、公民館まで行かないか、消防士もかなり昔の建物ですね。現在地がここですね。もうこの看板もかなり昔なので、北長瀬駅ができる前ぐらいからの看板だと思うんですけども、まあこう行くような感じで、
この辺かな、この辺あたりです。その当時はこの高架橋とかもなかったので、この辺です。でその当時は本当にあの、まあ、今もそうなんですけど、田園地帯が広がってたそうです。もうこの一面民家もなく、ほぼ田園地帯。この辺かな、この辺、この辺ですね。この辺から一直線です。一直線に通ってました。ちょっとそこまで行きましょう。ちょうどこの目の前ですね、田んぼの目の前の田んぼを横切って、この階段が今見えるあたりに、あたりを通って川を越えたようです。ちょっと見てみましょう。その当時は、その当時というか、この辺はもう92号線と向こうのあの新幹線が通るあたりの道路ぐらいしか、まあ主要な橋はないので、まあ、ここにもできたっていうのも条件が良かったのかもしれないです。です。で、あの、この、なんだろう、昔多分畑っていうか田んぼだったような場所を、またこれまた横切って、通ってたみたいです。これもあの、昔のあの、貨車ですね。この中にあの、いろいろとあの物資を入れたりするものなんですけども、これがあのその当時のものかわからないですけども、ずっとここにあるので
気になってました。昭和56年。まあその当時はおそらく木製のね車両だったと思います。まあ、木製ではそこに鉄板張ったりとかしてたと思うんですけど、まあその当時あの戦時中になるとね鉄不足で、レールとかねあの鉄橋の一部の車両がねその戦争兵器のためのものとして、まあ、持っていかれたっていうのが全国的に多々あるんですよね。で、ここのファミリーマートがあるんですけども、ここをねちょうどこの入り口あたり出入り口あたりから、まあ、向こうに伸びてたということなんですけども、ちょうどこの辺ですね。この角から向こうです。でその当時何軒かね建物建ってたんですけど、2007年以降崩されてしまったという昔ながらのね家が建てたんですけど、今なくなってますですね。全然ないですね。やっぱりだいたいこの辺りが終着点だったと。その当時のね痕跡たるものは全然残ってません。でこの廃路線の跡が見えたのもだいたい1970年ぐらいまではね見ることができたんですけども、80年代に入ったらその痕跡は見えなくなりました。ただいろいろ考えたら、まあこの辺はあのイグサとか、まあ、農業が盛んな場所だったので、まあ、参拝列車でもそうだと思うんですけども、まあ、穀物とかのね輸送のためにも使われていたのではないかと思いますね。でも本当に実際にね存在しました。その当時を知る人は実際にあったと、トロッコ列車のようなものが通っていたということです。以上現場から失礼します。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。